7つの会議は、池井戸淳による日本の小説、中堅電機メーカーで起こった不祥事に巻き込まれていく社員たちを描く群像劇。2011年5月から2012年5月まで、日本経済新聞電子版に連載され、単行本化の際に1話を加筆し、8話構成の連作短編集として、2012年11月5日に日本経済新聞出版社より刊行された。 2013年に東山のりゆき主演でテレビドラマ化2019年に野村満載主演で映画化された一部上場の大手電気メーカーソニックの子会社である中堅電気メーカー東京立電会議の中で役職や職種の違う平凡な社員たちの不作為が作り上げていく不祥事社員たちは立場の違いから異なる方法でそれに対峙し 不祥事の全容が明らかになっていく。東京立電の営業会議前、人生において万年二番手の営業大二課課長で、ある原島万には、鬼と呼ばれる営業部長、北川誠が入室するのを恐れていた。営業課は通称、花の一課、地獄の二課と呼ばれ、一課は法人備品向け、二課は住宅設備関連家電向けであることから、 売上の差が歴然たるものであり、営業会議では、坂戸信彦が率いる一家が毎回称賛される。一方、二家は北側に出席されていたのだった。そんな営業会議で毎回居眠りを繰り返す、営業大一家万年係長の安見民男と、八角は、坂戸の度重なる旅を超えた叱責に対して、パワハラで訴える。営業家社員の誰もがそんな訴えを、 上が退りけると思っていたが、パワハラは認定されてしまい、坂戸は人事部へ左遷されてしまい、一課課長は原島が担当することになる。一連の人事に疑問を覚えた原島は、発覚へ真相を問いただすと、そこには交渉で登場する人物や会社の存続に関わるとんでもない事実を知ることになる。 100年以上続くネジ製造業者、ネジ6は3年前の夏まで、東京建て電の取引先であったが、同社より取引を打ち切られて、以降、既存顧客からの価格引き下げによる赤字経営で苦しんでいた。東京建て電と取引していた当時は、坂戸のべ重なる価格引き下げを断った結果、取引を打ち切られていたのだった。ネジ六の社長、三沢一郎は妹であり、 専務でもある、三沢七子と何とか経営を切り盛りするために、奮闘していたが、新しく営業をかけていた九条高さんからもネジの採用を断られ、途方に暮れていた。そんな中、原島が現れ、東京立電が扱うすべてのネジを、原発中先からネジ6に転注したいとの打診を受け、逸郎は怪しく思いながらも引き受けるのだった。 東京立電からの発注によりネジ6の経営は息を吹き返したが、逸郎は東京立電が突然ネジ6に転注してきたことを不思議に思う。実はこの転注も前哨の坂戸が左遷されたことに大きく関わることになる。営業第四課の浜本由依は27歳の誕生日を一人で迎えた。入社して2年経った頃、 ただ指示された仕事をこなすというのはユイにとっては苦痛で、あったが、会社の飲み会で、妻子持ちとは知らずにある男と付き合ったが、妻子持ちということが分かり、男の妻と別れるという言葉を信じて3年が経過した頃、ついに限界を迎えたユイは男に別れを告げた。その男とは、経理課課長代理の新田雄介であった。新田と別れ。 苦痛の日が戻ることとなったユイは会社を辞めることを決意するが上司にしつこくなぜ辞めるのかを問われ納得させる理由としてことぶき退社と嘘をついて了承され2ヶ月後に辞めることが決まったしかしユイは自分がいた5年間で何も残せていないということが心に残り最後に何か残したいという思いから日々夕食を取ることなく夜遅くまで残業している社員のために 食品販売を思いつき、無人のドーナツ販売を提案したのだった。ゆいは、ドーナツの調達をどこからするかなどを探しているうちに、脱サラして、ドーナツの移動ベーカリーを経営している、三雲栄太と知り合い、東京立原へ供給してくれる契約を取り付けた。準備を整えた、ゆいの提案はシンタによる、経理課で否決されつつも、物珍しさや社内アンケートの結果も手伝って、 役員会では決裁され、無事に無人のドーナツ販売が開始された。だが、無人販売ということもあってお金を払わない、ドーナツ泥棒がいることが判明する。このドーナツ泥棒は、全勝までの一連の人事や天中に疑問を覚えた人物によるストレス解消の犯行であった。 営業を目の敵にしている経理課課長の鴨田久氏は、係数会議で営業を第一課の売上げが計画から7000万円も、ブレがあることを原島に指摘し、怒鳴りつけていた。原島は冷静に対応して、会議は終わった。そんな様子を同席していた、経理課課長代理である、新田雄介が、鴨田の指示で、売上げのブレについて調べていると、 原島が行ったネジ6への転注によってコストが上がっていたからであった。経理課は営業の原島に対してなぜわざわざコストの高いネジ6へ転注したのかという疑問を抱き始めた。また原島がネジ6の接待に銀座での高い飲食接待費を計上したことも情報として掴んでいた。新年は独断で厳しく原島に問い詰めたが、 原島の北側への根回しにより、新殿は逆に、出席されることとなる。新殿は営業への恨みから、ネジ六への転注の謎を追求しようと動き始めた。ネジ六に転注する前は、東名テックというエギつネオが社長を務める中小企業に発注していたことがわかり、新殿は単独で調査を行い、東名テックへ出向いてエギと出会い決算書の要求、営業と、 発注先の癒着の疑いで長年勤める発覚へ聞き取りなどを行うが、軽くあしらわれるなど、うまくいかない。冷え切った妻との関係も手伝い、次第にストレスが溜まっていく。取引がなくなった、透明テックへ勝手に出向いて決算書を要求したことが偶然原島に見られていたことから、カモデンに問題とされ厳しく叱責され、その日の帰り道に、 電車で酔っ払いに殴られと散々な目に遭う。数日後、なぜか、ユイとの不倫が、経理部長の飯山隆志に知られており、新殿は、大阪の営業部の左遷が言い渡される。なぜ不倫がバレたのか、本当に、左遷の理由が不倫なのかと疑問に思いながらも、妻と離婚して、大阪へ飛ばされるのだった。元は、営業部次長であった、佐野健一郎は、 営業部長北川によって営業マン失格の落印を押され、今はカスタマー室に追いやられていた。カスタマー室とはいわばクレームの処理係であり、佐野はカスタマー室長となっていた。佐野は営業部長北川に恨みを募らせていたため、営業に対する何らかのクレームが来るのを待ち望んでいた。ある日、営業が夜遅くまで来て迷惑だというクレームが来たことから、 佐野は、チャンスとばかりに営業球団のカスタマーレポートを作成し、自らも北側も参加する連絡会議で追求するが、北側に逆にこきおろされた上、社長の宮野和弘からも同意見だとされて逆に恥をかかされ、像を募らせていくばかりだった。カスタマーレポートを作成し直しを余儀なくされた佐野だったが、あるクレームが立て続けに報告されており、その内容は、 東京て電が販売する折りたたみ椅子の座面が壊れたというものであった。佐野はカスタマーレポートの種として興味を持ち商品企画部で折りたたみ椅子を担当しているナクラと調査を行ったところネジの強度に問題があることがわかり、楽運のネジは当初ネジ6に発注していたものを3年ほど前に坂戸によってコストの安い透明テックに転注半年前バルトが 再度ネジ6に転注したという事実が分かった。佐野と桜はクレームがいずれも3年以内のものであることから透明テック発注時代のネジを調べた。すると同社に発注しているすべてのネジが強度不足であることが分かり、佐野はこの事実をカスタマーレポートに記載してきた側と製造部長の稲葉に対して仕返しを考えていたが、桜は青ざめていた。 ラクーンのネジと同様に、強度不足であるネジが、世界中で使用されている列車、航空機の座席に使われているという事実を知ったからで、ある。佐野たちカスタマー室のメンバーは、下手すれば会社が消えるかもしれないこの事実を、報告するべきか途方にくれるのであった。製造部長である稲葉かなめは、営業部長、北川誠のもとを訪れていた。要件は、 北側の元にも届いていたネジ強度不足による告発文であった。もちろん告発者はカスタマー室長の佐野である。北側は佐野に接触して隠蔽に協力するよう説得するも北側に恨みがある佐野は隠蔽の条件として北側の辞任を要求したのだった。だが北側は拒み、佐野は宮野社長にも告発していると強気に出るが北側は 佐野にことの点末を話した。発覚から共同不足のネジが椅子や航空機、列車の座席に使用されていることが伝えられ、それを稲葉、北川、宮野で話し合った結果、社長の宮野の決定は隠蔽であること。隠蔽は宮野社長の指示であると知った佐野は、なす術をなくしたのだった。だが2日後、親会社のソニックからの出向者である、 副社長の村西京介が北側を呼び出し、自分の元に届いた匿名の告発文を持って問いただしてきた。北側はソニックからの出向である村西であれば正しく動くだろうと佐野が告発したものだと考えた。北側はもはや真実を語るしかなかった。副社長村西はソニックの総務部長である木内信明を呼び出し、北側から受けた説明すべてを話した。 木内は午前会議が開かれるだろうと話した。午前会議は社長、副社長、常務総務部長が参加することになった。村西から午前会議で常務のなしだ元なりに報告し、話を聞いていた午前様ことソニックの社長、徳山育夫は事態の把握が必要だと発言し、調査チームを結成した。また同時に隠蔽チームと呼ばれた、 宮野、北川、稲葉は、徳山に呼び出され言い訳は、完全に封じ込められたのだった。自分に、匿名の告発を知ったのが、佐野だと思った村西は佐野を呼び出すが、佐野は自分じゃないと否定した。佐野から告発は発覚じゃないかと言われた村西は、発覚に接触し、一連の出来事について、聞くも、この会社の体質が、今回の事件を引き起こしたと、 曖昧な回答しか得られず、また、体質についてはかつて製造部で働いていた、マスタニ幹事という男を尋ねろと言われて発覚は、去ってしまう。村西は70歳を超えるマスタに会い、事情を話した。20年前、東京立電井は、大和製作所の車両用設備の受注を他社と、争っており、何としても取りたかった案件だったが金額でかな、わかった。 当時製造部にいたマスタには営業担当に規格外のものであれば安く受注できると何気なく伝えたが営業担当は了承しデータ偽装して受注を得たのだ。その男は現営業部長北川だった。発覚はこのことを知っていたが告発できないでいた。また当時の産業部長だった現ソニックの常務取締役員であるナッシュダも知っていたのだ。ソニックによる 調査チームが集めた情報と村西の得た情報を得てして午前会議が開かれ、リコールした場合の金額約1800億は、当然、東京建て電に払える金額ではなかった。だが、午前会議では20年前の事件は隠蔽され、また、徳山から村西はソニックの人間ではない。この会議に議事録は存在しないと、闇回収が行われることになったのであった。 原島がソニックの闇回収の指導者という扱いを受けながら闇回収は着々と進んでいた。一方で株主総会で宮野は隕石辞任と同時に村西が会長に就任することが決定した。村西は会長としては似つかわしくない居酒屋で発覚に原島が部長に昇格すること北側の関連会社への出向。 稲葉が製造部長から外されるという人事を告げた上で、発覚に営業課長を打診していたが、闇回収と生半可な人事だけでは、ソニックも東京立電も変わらないと発覚は断ったのだった。その翌日、村西が新聞を読んでいるとそこには、ソニックの子会社である東京立電が巨額リコール学士をしていたことが掲載されていたのだった。村西は、 発覚がリークしたに違いないと会社に向かうのだった。東京立電のリコール学士が表沙汰になって以降、東京立電が販売した座席を採用している、航空機や鉄道は一斉に運行停止となっていた。社会に混乱をもたらした、東京立電は、反社会的企業の落印を押され、連日マスコミの追求の矢面に立たされていた。当の営業の社員は連日取引先への、 事情説明に追われ、すべての事情を知る発覚は、カズト会社の自席にいた。そんな発覚のもとに、ソニックの顧問弁護士でもあり、今回の事件の社外調査役でもある、カセコウキが訪ねていた。坂戸へ、事情聴取へ行くということで、発覚へ同行を求めての、ことだった。カセの坂戸への事情聴取は、損害賠償を坂戸にも追ってもらう可能性を示唆して、 坂戸が持つ家族の資産を売却したらという類の話をしていた。家族の資産だけはと懇願する坂戸とは裏腹に、そもそも不正を最初に言い出したのは誰かという内容に変わっていた。坂戸は透明テックのエギが言い出したことで、最初は断ったが実績欲しさとノルマの重圧で要求を飲んだと証言するが、稼はエギから坂戸からの注文に沿ったものを、 製造しただけと聞いているとし、ましてや立場の弱い下請けが言い出すはずがないと踏んでいた。発覚は、坂戸の言葉に半信半疑ながらも詳しく調べる必要があると考え、後日、再度坂戸に詳しい話を聞いていた。坂戸は、透明テックと新規取引しようと思ったきっかけは、北側の紹介であったこと。今回の不正のやり取りの証拠が、 口頭だけで一切ないことを発覚に伝えた。拉致が開かない発覚は、透明テックへ出向いて、直接エギに話を聞きに行くのだが、全否定で収穫はなかった。今度は、透明テックを紹介した北側を訪ねると、北側は、社長の宮野からの指示で、坂戸へ話をしたとのことであった。調べれば調べるほどに新たに現れる登場人物を、順に尋ねるも、宮野からは、 一切の情報が引き出せなかった。そこで、発覚は、旧地の中である宮野の車用運転手だった佐川雅彦に話を聞き、すべて宮野の企みであったこと、宮野とエ木の密会で、宮野に何かあれば、透明テックで面倒を見ることという密約を、交わしていたを証言する。証拠がないため、フェイクメールでエ木を追求して白状させ、敬意をすべて洗い出すことに成功した。 最終的に宮野は特別配任で起訴され、透明テックは破産して、えぎは行方をくらませた。調査委員会から事情を勘案された坂戸は、個人賠償は免れたものの懲戒免職となり、その後再就職となった。20年前の事件が公になったことで常務の梨田は、子会社へ出向となった。残された東京立電は営業一家のセクションだけを残して、 その他の事業は設立した新会社へ移された。東京立電の社長は村西が就任し、新会社の社長は経理部長だった飯山が就任した。一方の発覚はというと新会社で課長もしくは部長代理を打診されていたものの結局は東京立電の営業一家係長として残ることとなったのである。営業家経理家役員、老舗ネジ製造工場。 東京立電の下請け会社。営業一家が扱うネジの部品を一手に製造している。東京立電の親会社である日本を代表する総合電機メーカー。ドラマ版ではフロンティア、映画版ではゼノックスと社名が変更されている。NHK 総合の土曜ドラマ枠で2013年7月13日から8月3日まで放送された。全4回。 主演は、東山のりゆき。原作の第一話、居眠り八角の主人公の、パワハラの不祥事で更迭された、エリート営業課長の後任に任命された、原島万二を、主人公に、会社組織の闇を描く。2019年2月1日公開。主演は、野村万歳。監督は、半沢直樹、ルーズベルトゲーム、陸王、下町ロケットと TBS 系。 日曜劇場枠において数々の池江戸作品を手掛けた福沢勝夫。音楽もこれらの作品を手掛けた服部隆之が担当しているほか、日曜劇場を放送する TBS テレビが制作に深く関与している。また、キャスト面でもこれらの作品の出演者が多数、本作にも出演している。なお、本作に登場した大手電機メーカー、ゼノックスは、後に、 半沢直樹の劇中で使用された IC レコーダーの製造元として設定されている。2021年3月30日に TBS 系列にて地上波発放送された。ありがとうございます。